小川淳也君小川君立憲民主党の小川也できょうも議長、副議長にご出席を賜り、ありがとうございます。毎回そうでございまして、この重たい議院運営委員会に、本来、内閣総理大臣がお出ましになり、必要事項をご説明いただく、これが内閣総理大臣なりの国会に対する敬意であり誠意だと感じてきただけに、再三の要請にかからず、ご出席いただけないこと、大変残念です。加えて 国民に対する記者会見を、婚姻を行うものだと思ってました、正式に。これは、山田広報官を続投させたという誤った判断が、記者会見の差し障りとなっている、本末転倒なんじゃありませんか、まず冒頭お聞きしますが、きちんと広報官を更迭し、きょう、宣言を解除するまない、内閣総理大臣が正式な記者会見を行うべきだと思いますが、その点、まず大臣にお聞きします。大臣 まずあの本日は私が出席してご説明するということにつきましては、国会で議論がなされ、お決めになられたことに従って、私、こちらでできるだけ丁寧にご説明したいというふうに考えております。それから、山田広報官のことにつきましては、私、何か直接担当しているわけでもございませんし、事情を承知しているわけではございませんので、答弁に控えたいと思いますが、菅総理官房長官の下で適切に判断されていくものというふうに思います小川君。 私どもに限らず、多くの方はそう思っていると思います。というのも、関西圏、中部圏、九州圏、みんな努力し、辛抱して我慢してきました。それに対して内閣総理大臣として、正式な会見できちんと誠意を尽くすということは当然のことではないかと思います。そのことを指摘した上で、今の感染水準なんですが、これ、第1波の2倍なんですね、下がりましたが、第2波のピークと同じなんです。 そして第3波の初期と同じなんです。ということは相当リバウンドに気をつけなきゃいけない。第3波は初期からピークまで1、2か月でしたから。という意識は十分お持ちだと思います。それで、もうちょっと時間が5分しかないので、答弁求めませんが、時短のお話が今ありました。でそれに加えて、ちょっと研究していただきたいのは、例えば、時短をすると一定時間に集中しますよね、お客さんは。 じゃなくて、定員を半分や3分の1に減らすというやり方もあり得る、これが一番感染抑止と売上確保の均衡点だという研究があるんだそうです、それからこれから徐々に出るであろうワクチン接種者、それから私が言うのはなんですが、回復者、この方々に経済活動を引っ張ってもらうという考え方もあり得る。 諸外国では、例えばグリーンパスポートのような考え方ですね、これ、差別の問題もありますから、非常に難しいんですが、しかし検討せざるをえないと思います。それから飲食も一律じゃなくて、例えばお一人様、例えば家族など同居者の飲食は、場合によっては積極的にやってもらうということもありうるかもしれない。つまり、きめ細かな対応が解除後は、なお一層求められるということで、今申し上げた3点、ちょっと頭の片隅に。 おお願いししまますすその上でお聞きします来週、首都圏の解除が議論になると思いますが、これは政府がオリンピックを開催したいという意欲や意思と関連した判断になるんですか、それともそれとは無関係なんですか、その点、ご答弁お願いします。西村国務大臣 えー、私の立場で、あ、まず、先程、先ほど御指摘いただいた点についてはですね、私も常に頭に置いていることあります。引き続き、さまざまな検討を進めていきたいと思います。その上で、えー、オリンピックについてはですね、私の立場からは。 まさに安心して開催できるようにです、ね、全力を挙げて感染を抑えていく、このことが大事だというふうに考えております。緊急事態宣言を解除するかどうかについては、基準もお示しをしておりますので、それに基づいて判断をしていきたいと、ただし、変異株について、今日相当慎重なご意見もございましたので、そのことも頭に置きながら、専門家の意見を聞いて判断をしていきたいというふうに考えております小川君。あの科学的な判断を期待したいいと思いますそれで最後に まさに変異種の話なんですが、今、全体感染者の1割のサンプル調査になってるんですね。で、ピークに比べると、感染者数そのものが1割ぐらいになってるんですよ。ということは、遺伝子解析の能力からすると、全数検査できるはずなんです。ですから、変異種を探知するための遺伝子解析を全数に広げるべきだということ、プラス、GoTo キャンペーンの開催、再開意欲について。 どのようにお考えか、2点お聞きして質問を終えたいと思います西村国務大臣。まず変異株につきましては、本日も諮問委員会でもかなり議論がございました。この監視体制、強化をしていくということであります。そうした中でご指摘のように、今、あの感染源からほとんどすべての都道府県に、その検査方法を配分してですね、はいえー、お渡しをして、そして PCR 検査で分かるようになってきております。今あの全陽性者数の 5%から10%について検査を行っているわけでありますけれども、もし出てくればですね、 出てくれば、えー、さらにスクリーニングをかける割合を引き上げるということにしておりますけれども、えー、ご指摘のように、確かに全体の数が減ってきたときはです、ね、よりやりやすい環境になってきますので、それも含めて、今後さらに強化していく際に、さまざまな視点から検討していきたいというふうに思います。それから GoTo キャンペーンにつきましては、分科会からはステージ2の段階になってから始めるようにということでありますので。 どういう始め方をするか、これは県内から始めるというのも一案だと思いますし、えー、国交省でさまざま検討をなされております、いずれにしましても、感染が再拡大しないように、慎重に判断をしていきたいというふうに考えております君私どもとしては、観光事業者の方への直接支援をかねてから主張してますので、それも含めてご検討いただきたいと思います。ありがとうございます次に佐藤